お疲れ様です。ケリン1木チャンネル1木です。高知ケリンの方もね、準決勝ということで、準決勝戦楽しんでいきたいと思います。準決勝の予想はね、メンバーシップの方で出しておりますので、予想がね、知りたいと思われた方はね、メンバーシップご登録お待ちしております。そしてその予想が当たってるのか外れてるのか、それをね、知る方法があります。 チャンネル登録をしていただきまして、通知ボタンをオンにしてください。そうしますと、私が毎日ね、当たったのか外れたのかご報告させていただきます。さあ、それでは12レース、オッズの確認ということでね、1番9番、1番の清水から9番の犬節、なんと驚異の1.7倍ということになっております。ここでね、1本かぶれと。 あとはね、9番1番でも8.3倍、1番5番でも8.0倍ということになってますんで、まあ、ここさえね、違う筋違いが入ればということになってます。えー、ただ、ここね、9番の犬伏先行濃厚なのかということで、916ですよね。えー、2番の新村が8番のね、池田を連れて先制してくれれば面白いんですけれども、なかなか2番の新村ね、上位戦になると、うん、まくりに回る可能性の方が高いんですよね。 で、新村がみんな先行する先行すると見て、新村を叩きに行かないんですね。その3番手が欲しいと。そこをすかさず916がドーンと行ってしまえば、清水で行けんじゃないかということになってしまうわけなんですよね。あとはね、2着争いというところで、まあ、私の中ではね、12、13.6倍、16、30.9倍、17、38.7倍、 1858.5倍というね、まあ、1から9と5以外が入ってくれればというような、ね、形で、こちらの方は勝負の方ね、していこうかなと思います。犬節もね、 ちょっと距離長く逃げてしまうと3着以降にずってしまうということはね十分にあると思いますのでまあそうなってくるとあとは5番がね位置取りできてるかどうかなんですけれど3分線だったらね1取りやすいと思うんですけれどちょっと4分線になるんでね邪魔になっていく選手っていうのがあって1を取るだけで足を使ってしまうんじゃないかというふうに思いますんでまあ私の中ではね 2番が結構楽に1取れるんじゃないかなと思いますので1から、ね、2と8ここをね重きに狙っていきたいなというふうに思いますさあ他の準決勝戦もね激戦ということになってますんでまずはね準決勝の選手の動きをねしっかりと見て決勝戦につなげていきたいと思いますそれではスタートです1番愛媛 佐々木豪2番栃木酒井陽3番青森長澤武4番岡山山本翔5番茨城吉沢淳平6番地元コーチ総崎セレン7番山口渡口勝成8番地元コーチ山本賢也9番静岡深谷智弘青森3番長澤武が連休を取ります。 10レース SQ 準決勝戦のスタート。少しゆっくり発送機を各選手外れました。内枠勢から少し踏み上げていきますが、その中、2番坂井陽が前を伺う作戦なのでしょうか。しかしまだ牽制が入っております。1番愛媛の佐々木豪が2番手から、3番青森長沢武志3番手から、結局2番坂井陽が成功法となりそうです。誘導員との間隔はまだかなり空いています。 2番1番3番。そして4番の山本翔5番の吉沢純平流れはまだ流動的です。後方の位置取りから6番地元の漱崎世レ8番の山本健也両者踏み上げてきます。そして、主役の9番深谷智弘候補インコース7番の渡口勝成あたりです。どうやら2番堺洋が最高峰となりそうです。 これで茨城5番の吉沢淳平がマークを取ります。栃岩勢。2番5番で前固めとなりました。3番手取ったのは1番愛媛の佐々木豪です。佐々木の後ろには地元高知両者、8番山本健也、6番宗崎セレンと回っていきます。そして主役の9番深谷智弘は6番手から、マークに3番青森の長沢武です。後方の一取りからは7番の山口渡口勝成。 マーク4番岡山の山本賞中国ラインです展開細かく4つに分かれた状態です先頭2番の坂井陽です、えー、今回まだ勝ち星はないんですが昨日のまくりはなかなかいい動きでした後ろ5番車吉澤淳平も2着2着の勝ち上がりですがかなり勝負強い競争を見せています1番の佐々木豪初二次予選競争は5番手からのまくりの競争でした 地元高知両社の8番山本健也6番総崎セレンで勝ち上がってきました四国の3社が一番ライン長いラインです一方9番の深谷智広初日特選は6着でしたが昨日は後ろをぶっちぎっての快勝です対抗確認3番長澤武がつけますがさ後方から7番渡口勝成と4番山本翔中国ラインから一気に先頭まで上がってきました金を迎えて 2番の酒井は3番手に行きましてその3番手2番堺井5番の吉沢となっています一方深谷は後方8番手のポジション内に切り込んできますがどうでしょうかここは中段キープからの作戦かしかし佐々ッキもこの位置を狙って少し絡んでいきますが再び深谷が口から切り込んで盛り込んでいきますがさあうまく取り切れますか近況はデザな競争も取れる3番深谷さあ2コーナーからバックで一気に曲がりきましたマーク3番長は。 そして5番の吉沢スイッチの1番先後がインコースです。さあ先頭の位置は9番深谷そしてマークの3番長沢で決するのか5番の吉沢順平3番手2番車の酒井も立て直,て直して直線に持ってきますが先頭は9番の深井がもがいてもがいて落ち切った深谷そして3番長沢あとは5番の吉沢2番の酒井も仕掛けたんですがここは吉沢の3着優勢か。 九番の深谷智博が直線抜け出して、マークの三番長澤剛とワンツー決めてのゴールと思われます。その後、五番の吉澤純平。そして、二番の酒井洋の通過でしょうか。第十レースの新規 V. T. R. を放映いたします。五番選手は最終周回。第三コーナー付近から。 自ら長期にわたり内見線を踏み切りながら走行したので失格となりました一番福島佐藤慎太郎二番徳島島川正樹三番福岡岩谷拓馬四番香川福島武五番青森慎山恭平 6番東京鈴木薫7番愛媛橋本剛8番大分阿部正弘9番和歌山四季王拓也中学このレース人気の中心です。11レース s 級準決勝戦のスタートです。まずスタート勢いよく外8番大分阿部正弘でしょうか？しかし、内から作って1番の佐藤慎太郎です。 福島の佐藤が結局先頭に上がりました。今度は6番の東京鈴木香織が単独で踏み上げてきますが、ここも1番佐藤慎太郎が譲りません。結局人気の両者の前固めとなりそうで、後方から5番新山京平がゆっくり踏み上げて、成功法の位置を狙ってきました。5番1番です。大分の8番安倍正宏あたりが3番手から、安倍の後ろからは福岡3番岩谷拓真、 九州は8番安倍、3番岩谷で結束です。中段の位置取りですが、2番徳島の島川正樹となります。島川の後ろは7番愛媛の橋本剛、地元四国、さらに香川の4番福島武島ての地元四国トリオです。後ろからの立ち回りは9番和歌山の四季を拓也です。四季代は現在8番手当たりのポジションです。最高峰に下げたのは6番東京の鈴木薫といった集会。 セコ法は5番の新山京平。初日の特選、そして二次予選といずれも果敢な攻めを取って4着、2着の勝ち上がりです。後ろは1番車の佐藤慎太郎。特選は激戦の中を伸びての2着。昨日は栃木の境目標にしおりを上げています。2車団ではこの佐藤の差し込みが一番人気になっています。8番の大分の安倍正弘が3番手。安倍も予選から1着、2着の勝ち上がりです。 ここ目標には福岡3番岩谷拓真です。九州の2人。そして2番の島川正樹。予選から2着1着の勝ち上がりです。マークの7番橋本剛は1次予選から無傷の2連勝、3連勝がなりますが、さらに香川4番福島武も3着2着と堅実に勝ち上がっています。候補の一取り9番敷王拓也。敷王男の一取り現在九州の後ろからですが、縦の足剣美の東京6番鈴木薫が最高峰です。 さあ5番の新山が2番の島川の動きを封じまして突っ張り先行3日間風を切りますか5番の新山恭平1番佐藤慎太郎8番阿部正弘少し岩谷での連結が外れたんですが9番の敷きが追い上げて4番手の位置となりますこの後ろから2番島川正樹再度立て直しがありますか7番橋本剛4番の福島武です後方からは6番鈴木かおがさあ短期で まままくくってきますその鈴木ななかなかいいりだ中段4番手3番手あたりまで上昇を見せますが逃げるのは5番の新山1番佐藤3番手からスタフ8番の阿部正弘が見上げてまいりますがここは1番佐藤ブロックできますが直線は5番の新山外から8番の阿部がかなり粘っての五輪かあとは5番の新山1番の佐藤あたりでしょうか いいまくりを打った8番の阿部佐藤慎太郎が懸命にさばいたんですがそこをさらにゴール前強襲を見せたのは大分の8番阿部正弘が抜け出していますあとは逃げた5番の新山恭平さばいた1番佐藤慎太郎が3着でしょうかゴールは8番5番1番9番あたりの通過で見えます 1>, 1番山口、清水宏人、2番神奈川、新村みのり。3番岐阜、山口富夫。4番石川、小島慶治。5番熊本、伊藤朝彦。6番広島、大谷健二。7番福岡、大坪晃一。8番埼玉、池田隼人。9番徳島、犬伏優也。中心となっています。展開細かく分かりそうです。最終12レース S 級準決勝戦のスタート。 まず主役1番、清水宏と前を決めていきそうな感じです。2番手から踏み上げては2番、神奈川、新村、みのりあたりです。その後ろからは5番、熊本、伊藤、朝日。アウトから上昇6番、広島、大家、健治で。大家は四国、中国ラインで3番手を回っていきそうです。後方から上昇が徳島9番、犬串優也。主役の犬串、清水が前固め、6番の大家がつけていきます。 中段の位置取りですが、2番神奈川の新村実となります。新村の後ろは埼玉8番の池田隼人が初めての連携でマークです。この後ろからの組み立ては5番熊本の伊藤朝日です。伊藤の後ろは福岡7番大坪浩一といった九州の2人です。8番手9番手に陣取るのは4番の小島慶治、3番の山口富夫、北陸中部両者が後ろ。 並びは3対2対2対2といった形の4分線です。成功法は9番の井伏雄也です。初日特選は不発に終わったんですが、昨日は豪快にまくって1着を取りました。後ろは1番清水博人。初日特選は1着。昨日は展開上機動力発揮で惜しくも2着の成績です。1番の清水がこのレース人気の主力。後ろ中国ライン6番広島の大谷健治。4着4着の勝ち上がり。 中段には2番、新村みです。連日、動く競争を見せますが、昨日は後方から仕掛けての3着です。後ろは関東、埼玉の8番、池田隼人が連携です。一方、注目は熊本5番の伊藤浅木、予選から1着、2着の勝ち上がり。今日はどういった戦法に出ますか自在な競争が取れます。ここまくは福岡、7番の大坪孝一が連携。そして、ベテラン両者、共に54歳、4番小島慶一と3番山口富美 さあこの小島啓二が後方にいますが一旦先頭まで上がる作戦を見せるのか9番の犬伏雄也が先行ですがここはすんなり犬伏は下げそうですできたのは小島啓二と山口富美そして5番の伊藤昌弘が3番手7番大坪幸一2番の新村実の8番池田隼人犬伏雄也は結局7番手に引きました先に2番の新村が中段から動いてきます4番小島の先行 2番の新村が叩いて8番池田これを9番の犬の伏也が巻き返してきました。もちろん人気の1番 清水宏斗追走、少し6番車の大家が離れておりますが、2コーナーからバックは鮮やかに入り口できました。そして1番、清水がマークです。あと切り替えてくるのは5番車の伊藤朝日、伊藤が3番でキープとなった。その後ろ2番、7番並んで、8番、3番、4番、6番の展開です。さあ、車間を切るのは1番、清水宏斗、逃げるのは9番、井上シ優ヤ1番の清水宏斗と飛び込うか。12レースの SQ 準決勝戦。 犬伏の早めの巻き返しそして1番清水宏斗絶好の展開でしたが犬淵が力強く逃げればったような感じに見えますやはり落ち切っております9番1番3着には伊藤の後ろから7番大坪光一が入りました9番1番7番の通過でしょうかさあ振り返りの方を行きましょうということでねまあ9番 犬伏がね、まあ、スタートを取りましたんで、まあ、結構ね、うん、出入りの激しいレースになるのかなと。えー、結果ね、えー、9、1、6、下がって巻き返し、まあ、この3番手、もしくは4番手が欲しいと、えー、いうことになるわけですよね。えー、9番の犬伏のダッシュに1番はついてくるでしょうけれど、6番が、ね、切れる可能性が大ということですね。えー、1番後方からね、まあ、4番の小島がね、まずは。 ンをね、えー、切っていくと、えー、ただやっぱりね小島ももう昔と違ってこのままね、えー、逃げていくわけではないんでね、えー、2番新村ね今日は行きましたとただねここで9番がダッシュをね、えー、かましていく時にねうん 5番がついていくんですよね。このあたりっていうのはね、えー、5番の、こう、揉まれながらでもね、なんとか前を追いかけていくというね、えー、この、うんセンス。競争センスとしか言いようがないわけですよね。ですけど、意外と力使ってるんですね。で、1番これ今、えーね、下向いてましたよね。うん、後ろ来ていないかというのを確認してから抜きに行ってるんで、まあ、えー、本人はね、多分抜けるつもりで前をかばったんでしょうけれど、犬分子のかかりが良かった。見てください。今見ました。そして、えー 直線に入ってからね、踏んでいくということで、まあ、明日抜くんでしょうけれどね、え今日は犬節逃げ切ったと。まあ、ちょっとこれでねえ、3着ね、7番が入ってくれたんで、3連単ね、ちょっといい配当ついてくれたんでね、まあ、あよかったなということに、ね、なるんですけれども、まあ、犬節ねえ、垂れるどころかね、1着にね、逃げ切っとるわというね、話になってしまいました。 6レースからね、12レースまでの方ね、まあ予想出しておりまして、なんとね、11レース以外は全て的中ということになってるんですけれど、佐藤慎太郎とちょっと相性悪いよと11レース頼むから佐藤慎太郎、慎山をかわして,てくれと、慎山突っ張ってるんやぞと。 いうことでね、まあ、こちらの方もね、佐藤慎太郎がさせなかったのか、刺さ,さなかったのかというね、ところ、やはり慎山をね、ちょどうしてもね、明日、もう一度引っ張ってもらいたいということで、まあ、12レースの犬節もそうですよね、清水からすると明日、もう一発ね、もう一発ね、引っ張ってもらいたいというところで、まあ、二人とも遠慮したのか、それともね、させなかったのか、微妙なとこなんですけれども、 うーんね、11レースの1番佐藤慎太郎がね、新残さえ交わしてくれてたら適中だったのにというところが惜しいなという、ね、ところで、まあ明日はこの辺りのことをね、リベンジしていきたいなというふうにね、考えております。最後までご視聴ありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。お待ちしております。